おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、焼き鳥萩さんに来ておりまして、まあ、もう食べるメニューは見えてるんですけど、こちらでございます。これが8キロのバターチキンカレーでございます。やばい。一応ね、今見えてる感じだと、ちょっとね、このチキンカツウインナーに、レンコンのはさみ揚げ、で、あとご飯とルー。一応ね、ルーは4キロの、こっちご飯とかおかずで4キロ。で、合計で8キロでございます。早速いただいちゃってもよろしいでしょうか。はい。いただきます。これはまあ、今回僕がリクエストしたんですけど、萩さん来てから以来、一番多い量一番重たいやつですよね。とりあえずじゃあ、まあ、具材の前じゃちょっとカレーから。やるぞ、うまいっすね。はい。うん。じゃあ、チキンカツ。うん。うん、まっ。ちょっとうまいんですけど、そろそろライスと食いたいですね。カレーライスで。うん、うん、まっ。萩さんのところのバターチキンってトマト効いてますよね、しっかり。うん、これがうまい。でもこれって普段も出したりする。大食いさんのオーダーいただいたときに、はいはいはい、早めに作ってこう残った分を、うん、それ日のメニューとかにするけど、じゃあ普段そのお客さん来るときとかって予約とかしたらできたりするんですか。そうです。なるほど。もともとまかないで出したんですよ。あ、これ要予約制みたいです。あ、これこれじゃない、ナミリオ。ただまあちょっと一個だけ怖いところがあって、萩さんサプライズ大好きなんですよ。やっぱりあのね、チャレンジとかもそうですけど、萩さんといえばっていう食材がなんか入ってない気がするんですよね。まあ、今日楽しんでもらえればいい。ほじっても出てこない。出てこないってことですか。ほじっても出てこないってことですか。このレンコンうまいですよね。ただ分厚くしておきました、ね、そう、普段の2倍ぐらい厚いですよね。なんかこれがあの酒飲みに来るときは一番いいんですよね。うん、まあ、レンコンがある。うん、あ、うまっ。普通のお店でこのサイズのデカ盛り頼むと、あのおかず何個かあるじゃないですか。どうしても冷めてるのがあるんですけど、はい、TF がいいせいか全部熱々すぎて。とりあえず出来たてお前で。いつもこうガッツコートするとびっくりするんですよ。絶対逆と気をつけて。はっ。温かいものは温かく出したいんで。おいしい。ん？ん？そういうことか。あ、そういうことか。今日は麺を入れてみました。炭水化物。あ、これやばいかもな。ちょっとやばそうなんで本気出す。ダメだ、熱い。うわ、だんだんバターのパワーが蓄積ダメージがこうズンズンくる。うん、うん、ルーが大体作った量が6キロぐらい、6ちょいぐらいだけど、バターが1
1キロ弱ぐらい入ってる。ああ、乳製品の香りがすごいぞ、これは。よっ、1って多いな1キロって多いな。これで結構お腹いっぱいだけどな。ご飯も割合的に垂れなそうだけど。もう。うん。いや、今日に限っては僕もちょっと。後半白目を見そうです。5ぐらいは5は食べてるからね。そうですね。もう。これが、まあ、何も食べてなかったらすぐなんですけど、もう 5.5 食った後の 2.5 の大変さは。そうですね。デザートっていうか追い込み？うん、前回いただいた親子丼、はい、7キロを22分でいただいたみたいな動画があったんですけど、その時もね、こう限界というか本気出そうって決めてきたんですけど、やっぱ萩さんの料理食べると本当にやっぱり手込んでて美味しいから、フーフーしながら食うまで食っていいのかっていつも悩むんですよね。やっぱりそれはいけないんじゃないかって思うんだけど、この前のテレビ番組で萩さん一緒に出たんですけど、その時もやっぱり萩さんもともと大食いが大好きで、こうやって大きいのを出す時にやっぱりチャレンジメニューとかデカ盛りだと勝ちたいって気持ちはもうあるみたいですけど、それ以上にそれと同等にやっぱり食べきってほしいって気持ちもあるみたいで、そんなの聞いたら僕ここでこんなんやってていいのかなと思うんですよ。いやけどね、やっぱり結局は勝ち負けじゃないんだけど、うんうん、けどやっぱりこう人は犯したいっていうのもあるし、はいはい、あのフードファイターが食べきれなかったぜってなるとちょっとどやれ顔もできるし、でもただ一個だけ言うと、毎回料理出てくるために僕らは泡吹いてますけどね。出た時点で、でかって。単純に食べれない量を作るんだったら、10キロでも20キロでも作ればいいんだけど、うんうん、そうですね。それだと、最初からお話にならないし、うん、ギリギリで勝つか勝てるか、うんうん、負けるかじゃないけど。ありがとうございます。でも正直言うんですけど、最近すげえ弱くなったんですよ。そう、最近スピードも上がってきてるし、すげえ伸びてんじゃねえっていうような、なんかスイッチの切り替え方が下手になっちゃってしばらく大会とかなかったじゃないですか。だからその動画ももちろんずっと楽しむで撮ったから、ガチな、その しんどくなった時とかにガチにこう切り替えるのが下手になってて、で量は食べれるのに食べきれないんだけど、結構最近あるんですよ。新潟がバトルがね、あれじゃあ、あれ面白かった、あれ以来みたいなもんだ。そうですそうです。もうあれ以降はほぼガチガチのってなってないんで、やっぱりどうしてもどんだけ美味しくっていうか、美味しければ美味しいほど飽きてくるんですよね、旨味が強い分。で昔はなんかそれを
無視するって言い方もあれですけど、秋っていう部分もそこをだからなくしちゃう。はいはい、ずっとうめうめってできたのが最近はできなくなっちゃって、どこ行ってもやっぱ量減りましたね。減ったし、ただギアが入ると確かに昔より増えるんですよ、なんか分かんないけど。でもその入れるスイッチがまあ下手くそになったっていう。実際の容量は増えてんだけど、うん、そこにこうこの気持ちを持っていくことができなくなっちゃってる。だからもうちょっとやっぱり本当挑むんだったらなんかやんないとなと思うんですけど。ただ今日もこんだけ話してるんで全然頑張れてなくて今まあまあ辛いですね今。スイッチ完全に置くときますね。昔はこうなるとこっからさあやるぞと思うんですけど、お持ち帰りできるかなとかいろいろ考えるようになっちゃってダメだこれじゃと思うんですけど、まだあるぞマイナスな方向の意識が強くなってる。全然あのちなみになんですけど、はい、お持ち帰りできるお持ち帰りできますよ。あ、お持ち帰りできる感じですね。わ、はい、かりました。じゃあ今日は参りましたということで お持ち帰りでよろしいでしょうか。断れ。かしこまりました。はい、ということでこんな感じで残った分はねお持ち帰りでいただきました。今日ちょっと食べきれなかったですけど後悔ないぐらい楽しい時間がありました。ありがとうございます。いや、ぜひあの、まあ、これからはね、あの年末年始でちょっとお店が忙しかったりするんで、予約とかも埋まってる可能性はあると思うんですけど、まあ、ぜひね、あの年明けとか、皆さん時間があれば、萩さんに飲みに来て、食べに来て、遊びに来てください。以上、ラスカルからでした。じゃあね。